日も阪急電車をご利用いただきましてありがとうございます。急行宝塚駅です。宝塚終点には13時43分に到着します。次は豊中です。豊中から各駅に停まります。お客様にお願いします。持ち主不明の荷物や危険物がありましたら触らずに乗務員または駅係員までお知らせください。
豊中です。この駅から各駅に停まります。出口は右側です。